尾博物館、本日は開催中のテーマ展美しき刃たち会津編に合わせまして、展示の見どころを刀匠の藤安正弘さんにお聞きしていきます。藤安さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、で、はい、開催中の、この美しき刃たち、会津の刀匠たちをご紹介している展示ではあるんですが、はい、一番最初に皆さんにご覧いただく場所にあるのが、会津の刀ではなく、はい、鎌倉の相州鍛冶を始めたと人とも言われている、はいはい、新東郷の流れの担当をご紹介しています。はいはい、なぜここにこれがあるかといいますと、会津を治めた、戦国武将の蒲生氏郷の哀悼の一振りに、新東郷国光が作ったといわれるものがありまして、担当がありまして、その担当がですね、国宝に指定され、名物になっておりまして、はい、会津新東郷と呼ばれてるんですね、氏郷、ね、が所持してたということ で、はいはい、でその新東郷の国光の、系列の次の世代の人が作ったのではないかと考えられる刀を今回ご縁がありまして、会津新東郷のゆかりということで福島県立博物館にお預けいただけまして、今回皆さんに初お披露目ということになります。はい、で、早速見どころをお聞きしたいんですが、こちらの担当、はい、このあたりが見どころでしょうか。そうですね、やっぱりあの姿が鎌倉後期の、まあ、ちょっと大ぶりなんですが、はい、あの名物の会津新東郷に近いような、はい、あの寸法の姿をしていますね。それからその地金がやっぱりその地形が、はいはい、あの細かい地形がたくさんこう働いてて、はい、あのまあ、一見もうあれ新東郷かなという地金仕上がってる。地形というのは地面の地に景色の景って書くものですよね、はい、こう見ていただくと、はい、こう地金の部分、その刀 の、 あのところに、平らなところにこう、なんて言うんでしょう、そうですね、黒い模様っていうんですか、はいはい、あの欅の木のような、はい、そういう模様がこうあのよく見るとこう、はい、今この光でもよく見えるんですが、はい、それとその焼き入れの効果による地に絵というか、うんうんうん、あの地の中からこう湧き上がるような細かい粒々がびっしり入ってて、はい、いかにも新東郷だなというふうに見える作風になってますね、はい、そうですか、はい、もう福島県立博物館で鎌倉時代の刀剣がほぼないですの で、 そうです、ね、貴重な一振りでございます、はい、皆さん、はいはい、ということで、あの氏郷が持っていた、あの大事にしていた会津新東郷と同じ流れの鎌倉時代の刀剣を、この展示では初公開しております。はい、今藤安さんが言ってくださった見どころもぜひ堪能していただければと思います。そうですね、はい、じゃあ藤安さんからカメラの見向の皆さんに、はい、じゃあ一言、はい、こちらの天神統合について、なかなか見れない神統合の担当、はい、それにつながる作風を持った名品ですので、ぜひあのご覧になっていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。